い、皆さんこんにちは、ゼンちゃんですけど、今回は覚醒リチャード選手でホームラン打つまで終わりませんやっていきたいなと思います。先日プロ初出場を達成したリチャード選手ですね。フルネームは砂川リチャードオブライエン選手です。去年覚醒で登場してずっと取っておいたんですが、1軍デビューをしたらずっと使おうと決めていたので今回使っています。少しリチャード選手のプロフィールを紹介していくと、1990年生まれです。同世代のプロ野球選手、村上選手や平選手をはじめ、清宮選手や安田選手などがいます。通称清宮世代の一人ですね。村上選手、清宮選手、安田選手など、左のね、長距離砲として期待されてる選手多いんですけど、その中でね、右の大砲ということで、個人的には同世代ですし、めちゃめちゃ、応援している選手です。そしてかなり有名だと思いますが、リチャード選手は育成出身です。で、リチャード選手がドラフト指名された年、これがですね、2017年で、2017年の育成、ホークスの育成選手めちゃめちゃすごいです。1位が尾形選手、2位が周東選手、3位がリチャード選手、4位が大竹選手、6位が渡辺選手と、6人中5人が支配下登録されています。なかなかないですよね、6分の5で支配下登録されることは。全員ね、1軍経験していますし、これからのホークスを担っていく選手がたくさんいます。というわけで能力見ていきましょう。弾道がパワーヒッター、これ特殊能力で変わっているだけで、元は高弾道です。でミートが53、パワーが74、走力が64、十分ねホームランを打てるパワーは持っているのかなと思います。そして特殊能力、超プルヒッター、パワーヒッター、初級ということで、今回プルヒッターつけてません。もうプルヒッターつけちゃうとですね、多分永遠と外角投げ続けられて、かなりホームラン打つのが難しくなってくると思ったので、今回フルヒッターをつけずにパワーヒッターと初球だけで挑んでいこうかなと思います。スピリッツが3250ということで、ちょっとねスピリッツ負けが怖いんですけど、なんとかね極みホークス魂を出しながら、スピン負けしないように頑張っていきたいなと思います。どうぞ。さあ、いきなりありますよ、極みホークス出てますね。劣勢ですが、パワー71あればあるかな。よし、 OK、 こんな感じこんな感じ、もうイメージはできてますからね。うわ、これ入るな、すぐ入るぞ、いけるいけるいける。よーし、選球眼もいい感じ。詰まった、めっちゃ詰まった。1打席目は失敗と。いやー、どんくらいかかるかな、結構早めに決めちゃいたいな本当に。さあ、佐々木誠さんは安定の打ちやすさ。リチャード選手ね、汎用フォームなんですけど、似てるっちゃ似てるかな、あんな感じですよね、バッティングフォーム、あんな感じです。先行ですし、もう一回回してあげたいね。チャンスの時はそうだな、 A ランクのピッチャーとか出てきてくれればもう一番ありがたいけど、なかなかね出てこないと思うので、いかにこのスピリッツの高いピッチャーの時に、うまくボール上に上げれるかですね。さあ、もう他のバッターでボンボン打てる。やばい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 、2回表2アウト、これムネリンで打てないと回せません。ラッキー、いやー、そのチェンジアップは捉えろよ、ちょっと待ちいな。いや、やばい、正面だ。終わった、回せなかった、次の試合行きます。ウォーミングアップはもう終わりですよ。さあ、パワーヒーター出ました。パワーヒーター出たんですけど、なんかマー君から打てる気しねえな。いや、でもスピリッツ勝ってる今がチャンスな気がする。あー、詰まった、詰まってる、全然打ててない。ギータはすげえ打ててるんだけどな、ちょっとこんくらいの気持ちでいきたいなと思ってた矢先、切断されましたね。ちょ、もう1試合次行きたいと思います。おー、リチャードナイスプレー。おー、リチャード、その守備はね、攻撃にいいリズムになるよ。しかも0点で抑えれました。この調子でいきましょう。さあ、先ほどいい守備を見せたリチャード、さ、パワーヒッター出て、スピリッツもそんなに変わんないですね。これは打ちてえよ。オッケー、ちょっと失投だからノーカウントかな。いや、いい流し打ちだったんですけどね、失投はノーカウントにしましょう。いやー、でもよかったな、とりあえず1本。これで今後打てなくてもさ、一応先ほど打ったんでっていう言い訳にできるんでね、とりあえずちょっと1本打っててホッとしてます。ここら辺で打っとかないと長くなりそうなので打ちたいのですが、上沢さん、しかもスピ結構負けてるな。おっ、うわ、惜しい、うっそ、今行ったと思った。うわー、マジか、今の
ワンチャンあったな。ああダメだ、集まった。落ちる、落ちもしない。いや惜しかったな、あの流し打ち。もうちょっと早ければワンチャンスありましたね、本当に。いやー長くなりそうだな。ちょっとここから気合を入れて頑張っていきましょう。さあ面白い場面で回せました。もう初球出たんでガンガン振っていきます。初球からいきます。歩かせないよね、もしかして。さすがにね、さ石川歩夢さんあるよ、これあるよ。外か、うわーただ下がりすぎなんだよな。初球からいきましょう。いやもうこれはしゃあない、これは見逃すしかない。いやいいとこ攻めてくるし、なんか一番ホームランになりにくそうなとこついてくるなこれ。あー狙いすぎた。はい次の試合いきます。緊張してるんですかね。もう確実にリチャード選手の時だけもう人が変わっているというか、もう全然ダメダメすぎるので、ここでちょっと一回リラックスして、もうあんまり気負わずに、もうね打てたらラッキーぐらいで打っていきます。一旦ちょっと気持ちのリフレッシュをね挟んでいかないと。あ、いけた今。あー今のだったな、ストレートだったな。結局インコースが飛ぶもんな。いやー外角なー、飛ぶ気しないんだよな正直。いやーだよねー、しゃーないよなこれは。これちょっともう1試合かかるな。さあそろそろねメンタル的にもきつくなってきます。しかも千賀さん最新シリーズ、いや他もあれね、同じ球団のエースから打ちましょう一発。もう強気でいく。いやナイスボー、今のは打てない。うわうまく乗せろ、うまくボールを乗せれば。いや早え、早く感じる、すごいすごい早く感じる。いや入るの、いやそんなんホームランできんな。いや惜しい惜しい、とりあえず久しぶりのヒットですね。あのヒット以外全然打ってなかったわ考えたら。おーリチャード2個目のファインプレー、これも熱い。さあ延長まで行ってしまって2打席目回ってきました。本当はもうちょっと早く回したかったんですけど、普通に打てずに、しかもタイピンが出る。ちょっとそろそろしんどい、本当にそろそろしんどい、終わらせたい。いやいいか、今ストライクじゃないんだ、見逃し方がストライクなんよ。いやあれでもストライクだったら厳しいな。よしいいぞいいぞ、そろそろストライク取りに来るからね。いやースリーボール、もうフロー、ファーボール一番寒い。いやーなんでだーなんでだー、ヒットにもならなかった、引っ張り警戒か今の。いやーマジか、打球上がんねー。ちょっとやっぱスピリッツがある程度低い人の方が可能性ありますね。もうちょっと頑張ろう、踏ん張ろう。よし決めましょう、もう決めよう。連続千賀選手ですがもう関係ない、決めます。いや外角フォークよう使ってくるな。うわ外角フォーク攻めかもしれない。浮いてきたフォークだったら全然ある、東京ドームだしね。うんフォーク主体、いやそろそろ速い球来ると予想。来ないんですよね、今のコースはちょっと飛ばないかな。さあ2-3全部フォークよ今のところ、なんで来るんだろう。いやーまあ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 、ボール球だったし、しゃーなし、それは。いやー、切れて、よし、切れた方が良かった、うん。いやー、いいか、いやー、普通のバッティングだな、打球が上がらない、くそ、なかなか飛ばないな、悔しい、飛ばしたいのに。外角にいっぱい攻められるとちょっときつい部分がありますね。やっぱインコース、インハイストレート、何試合か前か忘れたけど、石川 M さんのね内角高めストレートが一番チャンスボールだった気がする。よし決めましょう、パワー比初球なんかいけそうな気がする。ソロボチ決めます。あー狙っ、ちょっと待って今のはマジでやばい、うわ絶対いけると思って今、うわちょっと待って今のマジで悔しい。いや、いける、来た、インハイストレート狙ってます、来ます、はい来たと思ったら気が早まりすぎて早く振っちゃうっていう、もったいな、何をしとるんじゃ私は。そろそろ終わりにしましょう。
もう結構きつい。もうなかれこれ1時間以上やってるかな。もう決めよう、本当に決めよう。由伸さん、インコース来い、インコース来い、インコース来い。いや外角攻めだな。うん、スリーボール。インハイの、インハイのツーシームかストレート。いや待って、いや狙いすぎた。いやスプリットも今あったな、ワンチャン待ってれば。いや甘い、ど真ん中のスライダーやって、なんでそれ打てんのかな。いやー、あー今のもな、今のもな、悔しいな、悔しいよ。なんかホームランになりそうな気がするんよ、ああいうのも。もうちょっと待てればな。さあ同点の場面です。ここで一発出します。うわー振りそうになった。ちょっとフォークがいい、フォーク、フォーク飛びそう。フォーク来ないかな。うん、でもフォークを頭の片隅に入れときます。あーなんでそれを捉えれないかな。じゃあもうフォーク諦めます。さあスリーボールワンストライク、何で来るんだろう。スクリュー、ツーシーム、どっちかかな。いや惜しい、もう距離ホームランなんよ。それは何本か打っとるんよ、気が早まりすぎとるんよ。いやー早い早い早い、落ち着け落ち着け。いやー上げすぎた、上げすぎた。あれはね、パワーがめっちゃある選手だったらあれで入るんですけど、甲子園広いって。ちょっとラストチャンスにさせてください。尺的な問題もありますし、ちょっと疲労が溜まってきちゃったので、ちょっと今回打てなかったらまた今後リベンジします。いやでもこれ最後打てばいいんだよね、うん、最後打てばいいんですよ。いやフォーク攻めだろうな。もうフォークを勝ち込みます。あーいやツーシーム来た。いやでもなツーシームなんか飛ぶ気しねえんだよな外角。いやー正面かな。あおっちゃー正面だよな。悔しい悔しいな。ちょっと今後配信でするかな、配信か動画にするか分かりませんが、ちょっと今回のあれは失敗ということで。まあ1回ホームラン打ったけどね、さすがにちょっと失投はカウントしたくないので、あれはまあ 0.5 本分とでも言っておきましょうか。さあ最後と見せかけて本当の本当の本当のラストにします。さあしかもねレベリングが中途半端な由伸さんなんですよ。いやこれあるよ、これちょっと打たないかん、本当に集中。よし、オッケー、打てた、よかった、マジでもう1試合やってよかった。本当にさっきの試合で終わろうと思ったんですよ、ただちょっとなんか終われないなと思って、本当に嬉しい、なんか泣きそう。いやマジで嬉しい。いやよかった、もう1試合やっといて。いやーそりゃね、もうパワー84のパワーヒッターは普通のホームランバッターですからね。いや今のスプリットは本当に捉えれてよかった。いやもう気持ちよく強制しよう。いやよかった、ほっとした。いや悔しかったんですよ、こういう企画で中途半端で終わるのが。いやよかった、ちゃんと打てて。録画できてるよね、これ録画できてなかったらもう本当終わるよ。さあなんともう1打席回すことができました。しかもさよならの場面、2塁ランナーが帰れば8点、強制コールド。いきます。さあこれも惜しいけどいい感じでさよなら打てました。最後の最後にホームラン、そしてさよならツーベース、満足です。いや本当によかった、諦めないことって大事ですね。ご視聴あざした。